今回ですけども浴室の換気扇スイッチを交換したいと思います。使用するものはこちらでパナソニックの埋め込みパイロットスイッチ B となりまして WT5241。 壁に埋め込まれているスイッチは部品で交換することが可能です。今までと何が違うかと言いますと、スイッチオンの状態で LED が点灯します。現状は照明、換気扇とともにホタルスイッチがついていまして、消した状態で緑のランプが点灯するタイプ。暗い場所でつけるものでもないので換気扇にはそれほどね必要のないスイッチです。ということでこちらパイロットスイッチに交換していきたいと思います。 100V を扱う構造に関しましては電気工事士の資格が必要となりますのでご注意ください。ではブレーカーを落としますので画面の方ね暗くなります。はい、こちらね今までのスイッチとなりますが片桐のホタルスイッチですね。こちらはね何かに使えると思うので取っておきます。でこちらが今回交換する片桐のパイロットスイッチ、片側を差し込んでカチッと入ります。はい、こんな感じです。ケーブルを差し込んで整えて、壁に固定していきます。では一旦ブレーカーを入れて確認ですね。
ハンドルをつけます。左側を軽く押し込んでから右側を入れる感じです。最後にプレートカバーをはめて完成ですね。はい、こちらがスイッチオフの状態。スイッチを入れます。点滅に見えますが、実際はね、点灯しています。浴室の照明をつけるとこんな感じ。で、こちらがオフの状態。ここの電気を消してみます。浴室をつけて換気扇をつけます。はい、こんな感じです。パイロットスイッチをつけるとこんな感じとなります。浴室乾燥など換気扇を活用している方にはおすすめだと思います。消し忘れ防止にもなりますのでご参考にしてください。はい、次はこんな感じで換気扇タイマーの方も紹介しますので、こちら視聴の方もね、ぜひね、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。